ロザリアール・ボミルスカは、ポーランドの貴族女性、公爵夫人。フランス革命、恐怖政治期に、パリ滞在中、外国人でありながら、粛清に巻き込まれた。父は、ジェマイティア公領総督を務めた、政治家、ヤン・ミコワイ・ホトキエビチ白爵。母は、ヘトマン、文筆家のバツワフ・ピオトル・ジェブスキの、娘マリアル・ドビカ・ジェブスカ。1787年、キエフ県知事。 スタニスワフ・ルボミルスキ公爵の次男で、キエフ上代のアレクサンデル・ルボミルスキ公爵と結婚。翌1788年に、長女、アレクサンドラ・フランチシュカ・ルボミルスカを出産する。長女出産後間もなく、ヨーロッパ諸国への長期旅行に出発し、ウィーン、ロンドン、ニース、パリを訪れた。パリの貴族社交界では、彼女の美貌がもてはやされ、 多くの男性と沖縄を流した。自由主義者であり、パリ滞在中に勃発したフランス革命には賛同の意を表明した。1791年、母国ポーランドの4年議会で5月3日憲法の採択など諸改革が進められると、祖国の改革を支持するため帰国した。4年議会の改革が、反改革派、パルゴビツァ連盟と、 その講演者ロシア軍の勝利によって挫折すると、逮捕令状の出ていた、改革派国会議員で友人のタデウシュ・モストフスキを、閣前、彼を連れて、ウィーン・ローザンヌ経由で1792年11月、パリに戻った。当初、愛人のザルムイコール・キルブルク公フリードリヒ三世の屋敷オテルド・サルムに身を寄せたが、プロバンス博を支持する、応答派グループに接近し、 マリー・アントワネットを王党派の指導者に押すザルム公と対立したため、1793年4月、シャイオグの近くにある邸宅を借りて移った。シャイオの彼女の屋敷には、ザルム公の偉いである、タルモン公、アントワーヌ・フィリップやその弟のラトレモイユ神父、シャルル・ゴド・フロアの兄弟をはじめとする、王党派、イギリス政府や亡命王族のスパイが数多く出入りしていた。 ラトレモユ神父は、ロザリーの新しい愛人となった。ロザリーは、当局の監視対象となっていたが、逮捕され尋問を受けていたというバリー伯爵夫人の証言に基づき、1793年11月9日逮捕された。ラフォルス監獄に収容され2ヶ月を過ごすが、1794年1月金銭、取引でより待遇の良いラシャベル監獄に移してもらい、5歳の 娘アレクサンドラも同行した。地域だったエロード・セシェルに助けを求めるが、エロー自身が反逆罪で逮捕、処刑されたため無駄に終わった。ポーランド政府要人からの働きかけも虚しく、2月30日にデュバリー夫人の反革命活動の共犯として死刑判決を受ける。ロザリーは時間稼ぎのため妊娠していると嘘の申告をしたが、 妊娠の兆候は一向に現れず、6月29日、ついにギロチンにかけられた。去年26歳。愛人のラトレモイユンプも、その2週間前の6月15日に処刑されていた。死後、ロザリーはポーランドにおいて、伝説的な人物となり、オポーレルベルスキエにある根家の屋敷ルボミルスキ、宮殿には、ロザリーの幽霊が出現するという話が語り継がれた。 幽霊の目撃者を名乗った者には、19世紀の小説家アドルフ・ディガシンスキなどがいる。ありがとうございます。